雇用。雇用、雇用、雇用。A、エンプロイメントは、当事者の一方、費用者、エンプロイーが、相手方、使用者、インプロイヤーに対して、労働に従事することを訳し、使用者が、その労働に対して、報酬を与えることを内容とする契約。労働契約も参照。雇用する側は雇い主、使用者、雇用される側は、使用者、 使用人、従業員などと呼ばれる。また、両方の意味で使われる言葉として雇用者、雇い人というものもある。雇用者、雇用主を見つけるためには、職業紹介事業、求人広告、求人情報誌などを使用する。キャリアコンサルタントによるエージェントも存在する。二0十六年には、シンクタンクの試算により二十年以内に、日本の場合で、労働人口の 約半数にあたる49%が人工知能やロボットなどの機械に仕事を奪われ、従来の仕事が喪失する事態が生じ、世界的傾向となると予測している。雇用政策は、に大きく分かれる。日本の積極型政策の例として、雇用調整助成金や公共投資を通じた雇用拡大策が挙げられる。1 9九十年代後半から、 日本の積極型雇用政策は雇用の維持から雇用の流動化へ舵を切っている。日本の雇用の流動化の例として転職先に年金を移行できる年金のポータブル化、職業圧旋、職業訓練の拡充、職業紹介、人材派遣に関する規制緩和、パートタイマーの待遇改善などが挙げられる。賃労働、ウェイジ・レイバー、ウェイジ・レイバーとは、 従業員と雇用者の関係についての社会、経済学的な関係を表し、従業員が公的、非公的な契約により労働を雇用主に販売している状況を言う。これらの取引の多くは労働市場に手なされ、その賃金は市場にて決定される。賃金支払いと引き換えに従業員の成果ものは職務上の成果となり雇用主の所有物となる。例外としては、 私的財産でアメリカ合衆国では例外的に従業員の発明した特許権はその発明者個人に帰属する。賃労働者はこのようにして雇用者に労働力を販売して収入を得ている。OECD 諸国のような現代の混合経済社会ではこういった形の労働が現在の主流である。多くの国では賃労働の設計は CEO。 専門的労働者、専門エージェントという階級制度と結びついている他、人労働は、非熟練労働者、肉体労働者が担うものとみなされている。雇用につくことで貧困を回避できるという保障はなく、国際労働機関、ILO は、世界の40%の労働者が貧困状態に、あり、1日あたり2ドルの絶対貧困線以下では、 家族を養うのに必要な収入を得られてないとしている。例えば、インドでは慢性的貧困人口の多くは、正規雇用により賃金を得ているが、それらの仕事は安全でなく収入が低いため、リスクを避けて富を蓄積できる機会がない。この問題は、雇用機会と労働生産性について、二つとも上昇させるのが困難である点に、起因しているとされる。 国連社会開発研究所アンリスドによれば、労働生産性の向上は雇用喪失に負の影響を与えるという。労働者あたり1%の生産性向上による雇用喪失は、1960年代ではマイナス0.07%であったが、今世紀初頭にはマイナス0.54%に増大した。雇用喪失と生産性向上、長期的に 高賃金につながるようなの二つが貧困解決の道である。生産性向上なしの雇用増加はワーキングプア人口の増加につながるため、そのため一部の専門家らは労働市場政策での量ではなく質の喪失を訴えている。それは高い生産性が東アジアの貧困を減らすことに貢献した点に着目したものであるが、その負の側面も現れ始めてきた。例えば、 ベトナムでは生産性向上が続いている間も雇用喪失は低調であった。このように生産性向上は常に賃金向上をもたらすとは限らず、アメリカ合衆国では1980年代から生産性と賃金のギャップが開き続けている。英国のシンクタンク海外開発研究所は雇用喪失による貧困削減について経済セクター別の違いのデータを示した。 その中では24の事例が示されており、そのうち18で貧困を削減できている。この研究では、失業削減において他の業種、製造業などの状況が重要になってくると示された。生産性向上によって最も雇用創造をもたらす業種はサービス業であった。農業部門については他の業種が苦境に至っている時の雇用的、 経済的バッファーとしてのセーフティネットにな、いた。将来的に、人工知能やロボットの発達と普及により、世界の労働人口は減少し、失業者が急増する事態が予想される。欧米ではすでにこの事態に対処するために、賃金を落とさずに仕事をシェアする試み、スウェーデンをはじめ、アメリカ、スイスなどで全国民に、毎月一定額を、国が支給する最低生活保障制度、 ベーシックインカムの導入が検討され始めた。オーストラリアでの雇用は2009年からは法で定められている。スウェーデンの方では雇用は以下の3タイプに分類される。スウェーデンには最低賃金法は存在しない。その代わり労働組合や雇用者団体らにより最低賃金や労働条件のなど協定が結ばれている。日本の民法では 典型契約の一種とされる。日本の民法では雇用の軸が用いられてきたが、平成16年民法改正による民法現代5化の際に雇用に改められた。なお、従属的労働関係に着目した労働契約という概念が存在するが、委任契約や受け負い契約が労働契約と評価されることもあり、労働契約と雇用とは異なる観点から類型化されている。 労働契約労働契約の意義も参照。雇用は、費用者が、使用者に対して、労働に従事することを訳し、使用者が、使用者の労働に対して、報酬を与えることを訳することを内容とするもので、その法的性質は、学生、優勝、総務契約である。雇用契約は、受け負いや委任と同様に他人の役務を利用することを内容とする労務型契約。 労務供給契約の一種である。伝統的には一定の事務処理を目的として、相手方の判断に委ねる者が委任であり、雇用は労務そのものが目的となっている点で、両者は異なるとされたが、出来高払い制の労働のように区別が困難な場合もあるとされる。そもそも労務供給契約は、第一に雇用の機会という点では、企業側にイニシアチブがあり、 労働市場における経済的従属性。第二に企業組織の下では、個々の労働は使用者の指揮命令と管理によって、律的に決定され、人的従属性。第三に企業の組織化の進展により、個々の労働関係は集団的、確一的に処理されるとともに、様々な企業秩序による拘束がある、組織的従属性など、従属的地位に律とされる。 このようなことから、近似の学説では労働の従属性という観点を捉え、雇用、委任、受け負いとは異なる観点から、従属的労働関係たる、労働契約という契約類型が別個に構成されるに至っている。なお、経済学においては、雇用、賃労働は労働力の売買であると観念されるが、法学においては独立した。 存在のものを客体とする契約としての売買や交換とは異なり、雇用は労働者の人格と不可分に結びついている契約であるという点が特に重視される、労働法による修正も参照。民法での雇用は、雇い主と労働者とが対等の地位にあるとの前提のもとに、それぞれ自己の自由意思によって締結される契約である。これは、日本の民法が、 ブルジョワ市民革命としてのフランス革命の精神にのっ則って編纂されたフランス民法典、ナポレオン法典の影響を大きく受けた市民社会モデルを想定しているためである。しかし、労働者が生産手段を有する資本家に対して自らの労働力を時間を決めて提供し賃金を得るという雇用の本質の関係上、実際には労働者は事業主に対して経済的、 社会的に従属的地位に立つされることになる。そのため、労働法の分野では、契約自由の原則に大きな修正が加えられる必要を生じ、国家は社会保障の観点から、労働基準法などの各種労働法規を立法し、労働者の保護を図っている。その結果、多くの労働契約には労働契約法、労働基準法、労働組合法など、 労働法の規定が適用されるため民法の規定が適用されることはほとんどない。なお、家事使用人は労働基準法が適用されない典型例であるが、労働基準法第116条第2項2008年施行の労働契約法は事業を労働契約の要件にしておらず労働契約法については家事使用にも適用がある。 民法の規定は労働者側からの退職にが適用されるなど、補充的に機能する場合もあるが、退職に関する事項については、労働基準法89条を参考によって、就業規則の必要的記載事項とされていることもあり、退職についても実際には、就業規則や、それに基づいて定められる個々の労働契約の定めによることとなる多数説によればは、 任意法規であるとするが、反対説もある。以上のように労働法による大きな修正を受けてはいるが、理論上、民法の雇用の規定は、労働法の基礎となる一般的規定としての意味を有する。民法上、雇用契約は、学生契約であり、不要式契約である。ただし、労働基準法により、使用者は労働契約上の一定の項目につき、書面による、 明治義務がある、いわゆる労働条件通知書、労働基準法15条1項。なお、労務者の募集広告は、申し込みの誘引に過ぎない,い。一般的には雇用契約書、労働契約書を、双方の間で交わすことが多いが、雇用契約書自体は契約の成立には、関係がなく、法的な義務でもない。ただし、労働契約法により、労働者及び使用者は、 労働契約の内容についてできる限り書面により確認するものとされる労働契約法第4条。労働条件通知書の交付が法的な義務であることから実務上は雇用契約書と労働条件通知書を一体にした書面を作成することが多い。費用者の義務、使用者の義務。日本国憲法第14条はべての国民は法のもとに平等であって、 人種、心情、性別、社会的身分または文字により、政治的、経済的、または社会的関係において、差別されない。と規定している。世界人権宣言も、法の下の平等とすべての差別の禁止を求め、国際人権規約も自由権規約において、差別の衝動の提唱の禁止や差別からの保護を、規定し、 社会権規約は公正で好ましい条件で職業を得る権利を規定している。日本においては、性別による差別禁止の観点から、雇用の分野における男女の均等な機会及び、待遇の確保等に関する法律制定された。しかし、国際労働機関が1958年に採択した雇用及び待遇における差別待遇に関する条約、第111号を批准していない。 この条約は国際労働条約の中でもより一般的な人権確保を目的とする主要条約とされ雇用において人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身、社会的出身等に基づいて行われる全ての差別、除外及び優先の禁止を契約国に求めている。現在の批准国は172カ国である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。